しいよ今日は。何何何何としては4枚目となる桜ソングになるわけなんですけれども、これから新しい一歩を踏み出す人に向けていつまでも見守っているよというメッセージを込めた心温まる楽曲になっています。ぜひ聴いてみてください。